んにちは。こんにちは。やっぱり話聞いてもさ、ゲームばっかりやってたじゃん。なあ。わからんでもないわからね。だからもう野球に対してちょっと意識が薄いよね。そうですね。野球に悪影響を起こしますよね。結局ボールが消えなくなる。そうそう。それは良くない。だからもうそういうことを考えると、まあ例えばゲームしながら肩が来る。まあ子供ながら背中が張るとかさ。あるでしょうね。あるから。同じ固まってやってるわけだから、ね、だからまあそこら辺の事情を聞きながら、はい、まあどうやったら今からやっとくといい運動、うん、ね、はい、ちょっと4人今村、はい、4人最初キャッチボールしたら4人集合、4人集合、遅いんじゃないか集合が。質問します。はい、毎日やってる。お、あるの？いや、下置いていいよ。グラブ置いていい。また挟んで。おー、柔らかい柔らかい。そこお前どこ意識してんの？つけるように。つけるように。そしたらどこが良くなるの？股関節が柔らかくなる。はい、柔らかい。じゃあ3人ちょっとやってみろ。じゃあ3人ちょっとやってみろ。そうそう、これだろ。いける？もうちょっといける？ペタッと。ちょっと近い。せーの。何？いっぱい吸って。痛い。ちょっとしか吸えない。ちょっとしか。当たり前だよお前ら。優勢お前。まだ優勢かかった。はい。まあ俺でもつくもお前。おお。もう動きがジジイだもん。いい加減しろ。はい、つま先持って、まあ、頭丸めて、もう膝につけてみ、膝。はい、いるぞ。ちょっと、1、2の3でいくよ。だから息吸って、はい、息吸って、はい、スーッと吐きながら持ってはい、つま先持って、つま先持って、痛くないね。ちょっと、まず、肩を上から引っ張る。投げる。そう、しっかり伸ばす。下向かない、下向かない。ここが伸びる。ここ伸びなかったら少し倒してる。左右伸びるやろ。伸びてるか。よし。はい、よし。はい、今度前。しっかり待って。これ角度、高さによって違う。ここはしっかり伸ばして。手を下、このまま下で、そのまま後ろ、ずっと後ろ、手のひらちょっと、こそ手のひら上向くぐらいで、それから内側に向けてちょっと肘をつけて、そのまま上、そうで、開いて、これをゆっくりやってみる。診療だろ、結構伸びてる感じがする。はい、もうちょっと伸びてる感じするか。右がこうですね、低いよ。やっぱり右ばっかり使ってる、硬くなってる。そう。うまくなってきた、開いて、手を前、このまま前に。力入れなくて。下向かない。前にして、後ろに持ってって。やってるか？内側の力。ちゃんと伸びてるか？後ろ。あとここら辺まで行くだろう。上げて、上げて。はい、ここ。開いて。前にして。右手がこう、いつもこうなってる。ここをまっすぐ。はい、そう。10回やった？よっしゃ。気をつけ。じゃあ最後、前腕伸ばす。前腕、下ついてる。はい、手を置いといて、後ろ下がってくる。どんどん下がってくるんだぞ。なあ。
右に曲がってるの分かるか、はい、そこだ叩いて伸ばして、伸ばして、右伸ばして、そう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 、そのまま頑張って、右の方が硬いから、はい、もう我慢して我慢できるところでじーっと止まっとけ、硬いな硬いな、体力ない、硬いな、体力ない、あ、これだ、よし、いいか、よし、OK、はい、なんか質問ある人、はい、はい、他に何か、あ、お母さん言われたくない、やるかお前、本当にあんな硬くてすぐやめるくせに、前負けろ、よし、教えてやろう、はい、じゃあよし、はい、そのまま立って足開いて、足開いて、そのまま、そのまま入れた横向け、右手ついて、膝をつかない、お前かま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 、そうそう、できるだけ左手、そのまま右手をつける、そうで、そのまま膝をつくなよ、それで、これを足首、膝を動かせ、ここ伸びてるよ、はい、やってる、みんなやってる、回します、そうで、そのまま前に行ってみる、前行ってみる、腰落とせ、落ちるか、腰を、はい、落ちるか、落ちるか、そうそうそう、大丈夫か、どこやろ、どこやろ、お母さん、お母さん、じゃあこのぐらいのことやっとかないと、せっかく、はい、意外に質問ないもうねえだろ、きついから質問したら質問したらやられるから、もう質問なしね、ためになった、はい、毎日やることを約束しますか、はい、毎日やる人、継続は何て言うかしてるか、継続は続ける、継続はお前ら宿題じゃん、継続は力なり、だから継続したものは、ね、自分の力になる、分かる、あかじゃないの大クレーの生意気にし、メガネしてる、ね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。